ジム・ボトムリーはメジャーリーグの野球選手。左投げ左打ち。アメリカ入りの一種出身。ニックネームはサニー・ジム。1920年にセントルイス・カージナルスに入団し、1922年8月18日にメジャーデビュー。強打の一塁手として活躍。1933年からシ、新シナティレッツ。1936年から、 セントルイスブラウンズでプレーした。1937年は選手兼任監督を務め、同年引退した。1924年9月16日、エベッツフィールドでのブルックリン・ロビンス戦でメジャー記録の1試合12打点を記録したことで知られる。1回に2点タイムリーヒット、2回にタイムリー2塁打、4回に満塁本塁打、6回に2ラン本塁打。 7回に2点タイムリーヒット、9回にタイムリーヒットを打ち、ダイソーと交代した。試合は17対3でカージナルスが勝利した。1923年の打率、371、1925年の367は、いずれもチームメイトのロジャース・ホーオンスビーに次ぐリーグ2位だった。1926年にリーグ1位の120打点を記録し、 ワールドシリーズにも出場。ニューヨークヤンキースを4勝3敗で破り、カージナルスの初の世界一に貢献した。1928年には打率、325、31本塁打、136打点でナショナルリーグの MVP を受賞。また42二塁打、23塁打を記録し、メジャー史上二人目の20から20から20を達成。 1924年から1929年まで6年連続で100打点以上を記録した1974年に野球殿堂入りありがとうございます。